ババロアフルーツゾエババロア、またはババロアは、プディング状の洋菓子の一種。ババロアはフランス語で、バイエルンのを意味する言葉で、バイエルン王国の貴族のために、シェフが考案したものとも、1815年にアントナン・カレームがババリア地方にあった、温かい飲み物をもとに考案したとも言われる。チーズは入っていないが、当時は、フロマージュババロアと呼ばれた。また、 作るにあたって、カスタードクリームを用いるのも特徴である。類似したものに、ムースがあるが、これは泡立てた卵白や果汁を自然に固めたものであり、ゼラチンを用いるババロアとは異なる。外してムースの方が、ふんわりと軽い食感があり、これに対しババロアは、使用される卵黄や、乳製品の風味が直接に伝わる食感を持つ。また別の素材との組み合わせ例が多いムースとは別に、 ババロアは、おおむね単独で味わうものである。日本でも普及し、イチゴやバナナなどの果物、抹茶、紅茶などを混ぜて調理されることがある。家庭用には、ババロアの素などと称する、ある程度の材料を混ぜて、粉末状に加工しておき、簡単な手順でババロアを作れる商品も広く、販売されている。ゼラチンを水でふやかしておき、湯煎しながら、 卵黄と砂糖を泡立て器で混ぜる。鍋に牛乳を入れ、火にかけ、ゼラチンを入れて溶かし、混ぜた卵黄と砂糖に加え、泡立てた生クリームと卵白を混ぜ、型に流し入れて冷やし固める。型から抜く時には型を熱湯などで加熱したり、隙間から空気を入れるなどするときれいに取れる。ありがとうございます。